ニコ、本当にダメそれ。紙食べたらダメ、ニコ。どっから取っていたのその紙。うわ、怖っ。めちゃめちゃ怖いじゃん、ニコ。何これは、ニコ。髪ダメだって、ニコ。ニコ。噛むの？噛むの、ニコ。噛まないでしょ。ニコ、噛まないでしょ。噛まないでしょ。髪ダメだって、ニコ。ほんとダメだって、ニコ。髪。ダメだって。おやつ。おやつ。キャベツ食べる？行こう。キャベツ食べよう。キャベツ、ニコ。キャベツ食べよう。行こう、ニコ。腕。ニコ。腕、キャベツ。食べるよ、キャベツ。お疲れ様です。お疲れ様です。っていうよりも朝なんですよね。久々の朝ですね。トライアル。8時25分。いや、本当にですね、久々の朝トラですね、朝トラ。今まで朝来てたんですけど、最近はですね、来てないですね。ダイエット始めてから来てないですね。で、特に16時間ダイエットを始めてからは、来てないですね。いやなんか、だいぶ慣れては来たんですけど、16時間ダイエットって、どうかなっていう感じもしますね。いや、知り合いから昨日、まあ女性ですけど、37歳の美人の女性ですけど、LINE 来て、16時間ダイエット合わないからやめた方がいいですよっていうの来たんですよね。結局、私の場合、爆食いするんですよ。その、8時間だけ食べることできるじゃないですか。16時間ダイエットっていうことは。でも8時間爆食いしますから、いや、結局はですね、体に悪いっていう結論に至ってしまうんですよね。ただ、どれくらいまで痩せることできるのかっていうのを今、チャレンジしてるんで、あと1週間ぐらいはこれで、行こうかなとも思ってるんですよ。本当に効果がないかどうかって、まあ、体には良くないですけどね。やってみようかなっていう感じですね。まあ、今のところ全然落ちてないんですよね。まあ、きちっと測ってるんですけど、いや、落ちてないですね。16時間ダイエット始めて、やっぱ食べ過ぎなんですよね、結局ね。いやー、それにしてもですね、さっき見てもらいました？まあ、見ましたか？ここまで見てるってことは最初見てますよね。まさか一番最初飛ばさないですよね。ニコ、異常でしょ？本当に怒り方がですね、異常だし、要は野犬みたいなんですよね。いや、すごいんですよ。で、いろんな犬、私、知り合い飼ってますから、見てるんですけど、ニコほど、異常なまでに、そう、野犬ぶりを発揮するのは、いないですね、あんまね。多分、ブリーダーから、こう、譲り受けたっていうか、まあ、買ったんですけど、からですかね。ペットショップの犬って、みんなおとなしいですもんね。で、かわいそうですけど、まあ、ペットショップはちょっとダメだっていう人も多いですよね。海外は、ああいう売り方してないですからね。日本も私も、ちょっと考えた方がいいなと思ってるんですけれども、繁殖してっていう形になりますもんね。で、売れない子は、違うところにっていう、その後はちょっと悲惨な状況を末を辿るんで、まあ考えたくもないんですけど、まあ考えないとダメなんですけどね。まあすごくかわいそうですよね。そういう意味のペットショップってどうかなと思うんですけど、まあペットショップの犬って、結局買うときもね、こうちっちゃいケージの中に入ってるんで、だからですね、おとなしくなるんですかね。ニコの場合はですね、岡山の、その、人ブリーダーから買ったんですけど、まあその方の家にお邪魔したんですよね。ただニコがもう走り回ってるんですよ。ちっちゃい頃から。だから生まれた頃からずっと走り回ってて、で何頭か犬がいて何匹か
で、トイレも同じようなところ、食事も一緒のところっていう感じで、おやつも。だから特におやつなんかは戦い合ったんですよね。早く食べないとダメだから、うーって。その関係があってニコってああいう感じになってんでしょうね。いやー、久々ニコが紙を食べてましたね。今まで食べたことなかったのに、ちっちゃい時以外は。もう、4歳ですからね。それで紙を食べて、食べるとか噛んでガリガリして、取ろうとしたらぶち切るっていうのは、これはもう珍しいですね。なんとはならないかなっていう感じですね。まあそういう感じなんですけど、今日これからですね、実は買い物行くんですよね。買い物って言っても私の買い物じゃないんですよ。人の買い物の付き合いなんですよね。予定としてはニトリとかいろいろ行くので、私がいつもこう、生活してるこのエリアから出るんですよね。まあたまにはですね、住んでるエリアから出ないと、福岡も広いですからね。他のエリアでちょっと買い物するっていうのもいいなとは思ってますよ。なんかちょっと付き合うかと思ってんですよね。ニトリとか、いろんなとこ行くんじゃないですかね。まあ基本ニトリですね。ニトリ付き合ってって言われてるんで、行こうと思います。ニトリって結構いいですもんね。いやー、うまかったですよ。いやー、買い物行ってきましたね。たまにはいいですよね、いろんなもの見るの。ただ問題がですね、どんどん欲しくなるんですよね、いろんなものが。だから気をつけないとなっていうふうには思いますね。で、私って活動エリアはすごい狭いんですよね。このトライアルを中心として、家とトライアルを中心として、本当に狭いんですけど、空港の方に行くのがもう異常になんか遠出っていう感じなんですよ。まあ福岡の人だったらわかると思うんですけど、私が住んでるこの辺り、東区って言うんですけどね、こっから、このトライアルから空港までが異常に遠いっていうのは異常なんですよ。すごく近いんですよね。ただ私それぐらい狭いエリアで活動っていうか行動してますからね。今日は西の方に行って、まあ良かったです。まあかなりちょっと遠出はしたんですけど、まあ刺激的でしたね。やっぱり。それもミスターマックスに行けて良かったです。いろんなもの浮いてんだって。トライアルどころじゃないなっていうのが改めて分かったんですよね。値段はやっぱトライアルの方が安いんですけど、今日はですね、ニトリ行って、ミスターマックスも行って、東京インテリアも行ったんですよ。やっぱり一番いいの東京インテリアですね。今後東京インテリアで何か買おうかなっていう気はします。気はしましたね。値段云々じゃなくて、物がなんか良さそうなものがいっぱいありましたんで、だからちょっと興味ありますね。まあ今日はゆっくりします。もう、まあいつもゆっくりしてますけど、で今日最後、すごい久々買いましたね。買ったものがあります。何でしょう。ヒントはですね、今日天気結構いいですよね。天気。それで値段がですね、239円。まあ、この239円の値段ってあんま意味ないですけど、まあ、天気がいいからちょっと買っちゃいましたね。あったかいんで。答えはこれですね。
いちごのチーズケーキ。ダイエット中なのに買っちゃいましたね。さすがに16時間ダイエットだからって、これはちょっとまずいですよね。ついつい手が出ちゃったんですよ。ただこれ、もともと私アイス食べないんで、まあたまにはいいかなっていう感じです。ただカロリー異常に高いでしょ、これ。あ、これ1個で442キロカロリー。ちょっとやばいですね。まあでも、もったいないっていうか、まあ食べますよ、今日は。ええ。ちょっと早めに帰ります。これがありますんで。まあ本日は以上でーす。いつもご視聴ありがとうございます。今エンジンかけました。エンジンかけたらこんな感じなんですよね。プリウスは。GPS を即位しました。で、朝は今日は何々の日ですって、面白いこと言ってくれるんですけどね。まあどうでもいいですけど。まあそういう感じです。じゃあすいません。行ってきます。